サナとリは、坂本龍馬の妻と言い名付けを、主人公にした、谷中の自害小説。明治6年秋の東京。幕府崩壊による武士人口の減少で、今は通う門人もいない、オ家町の千葉道場に、かつてこの道場の塾頭を務め、道場主、千葉佐田吉の息子、重太郎の親友でもあった土佐藩士、坂本龍馬の妻だという女が現れる。 両と名乗るその女に、道場のルスを任されていた、佐田吉の娘、佐奈は戸惑う佐奈は10年前、その両馬と結婚の約束を交わした、間柄だったからだ。しかし、重太郎を頼って上京してきた両を見放すことも、できず、佐奈は新しい住まいを見つけるまでという条件で、彼女を、お家長の自宅に居候をさせることにした。ところが翌日から両は一人で外出を始め、 しかも彼女が出先であった男は、その直後に殺されるという事件が連続して発生。不審を感じたサナが問い詰めると、リは京都で差し出し人不明の手紙を受け取ったことを明かす。その手紙は、維新直前、京都で起きた新選組の仕業とされる坂本龍馬暗殺事件に、真犯人が存在することを示唆する内容だった。すでに亡き龍馬を間に挟んで、 恋型起動前にいがみ合うサナとリョウは、元爆心の大物、勝海舟や山岡鉄州の協力を得て、共に、リョ殺害の真犯人を探るべく動き始める。北進一刀流免許改伝の女剣士サナと、大胆不敵な行動力を持つリョウ。そんな二人の身辺に迫る、謎の暗殺者の影と、巨大な陰謀の匂い。彼女たちが命を懸けてたどり着く。 事件の意外な真相とは、ありがとうございます。